今日のお話はでございますね。戦時中の食生活についてお話しさせていただきたいと思いますけどもね。でも食生活というほどのものは、まず何にもなくなったんですもの。みんなフラフラでしたよ。で、そしてね、あの、闇、みんな食料は配給になりましてね。お米も何もかも全部配給ですよ。それ、それからね、バターとかね。 それからお砂糖なんていうのはなくなりましたしね。で、みんなね、そこら辺の田舎へね、行きましてね。あの、さつまいもとか、そういうものしかないんですけどね。で、それで物々交換って原始的でしたけどね。で、お金がね、あの、とにかく何の価値もありませんからね。神っぺら同然の値打ちだったんですね。着物を持ってこい。じゃあ帯を持ってこい。ラジオを持ってこい。 カメラを持ってこいで、そういうものと、お米とか、ああ、芋とかを仕入れて、リ作クサクでみんな運んできて。で、それ闇って言いましてね。あの、政府では禁止されてましたんでね。で、警察がね、張ってましてね。で、そういうのを駅とかね、いろんな道路の途中で待ってるんですよ。検問みたいにして。 で、それで、捕まりそうになるとみんなバーっと蜘蛛の子を散らしたみたいに逃げるんですね。で、追っかけっこして。で、それで、その、略、略奪同様にして持ってきた、その、警察や何かがね、取り締まったお米や芋は自分たちで分けたり、うちへ持って帰って食べてるんですよね。めちゃくちゃな時代でしたよ。うん、でもとにかく、そういう工夫でね、 で、パン焼き器なんてね、板をね、組み合わせて中にね、金属の板を貼ってね、電気を通してね、それでね、小麦粉みたいなので、ね、パンのまがいものみたいのができる。そういうものができたりね。タバコもね、配給でね、タバコのあの、草がありますでしょ。で、それをもっと、紙とがね、別々に配給でくるんですよ。で、それをね、 タバコ巻き器っていうのがね、今度はできましてね。自分たちで作ってたんですよね。もう卵なんて言ったらみんな目の色変えてました。高いですからね。だから各うちでね、どんなうちでもね、玄関先でね、竹籠をあの買ってきて、そこの中に鳥を入れて、で、鶏をね、自分のうちで、各うちで買ってたんですよ。で、それで卵を産むのを待ってね。 それがタンパク質の供給源でしたしね。ああ、やだやだ、もう本当に。で、映画になったらしいんですけどね、そんな楽しいものでも何でもありませんよ。とにかく、ああいう時代は二度と来てほしくないですね。でもひょっとしたらもうすぐそこまで来てるかもしれませんよ。